얼마 전에 대한민국을 전 세계를 깜짝 놀라게 만들었던 자살 사건이 하나 있었습니다. 최근 この 한국을 驚かせた 자살 사건이 あります. 또 얼마 전에 제천에서 수많은 사람이 죽었습니다. また この 前 제천 という 지역에 많은 사람이 죽었습니다. 사파도로부터 인간들이 속았기 때문에 これはサタンから騙されたからこういうことが起こったわけです。サタンっていうものは騙すものなんですね。それで今日の本文でもイエス様がおっしゃいました。帯を締めて起きていなさい、目を覚ましていなさいという本文です。そいつは騙すものですから、決定的な瞬間にあなたを騙すっていうことです。ですから帯を締めて立って起きていなさいということです。この人が生きておられる神様から祝福を受けるものとなります。起きているものが、目を覚めているものが神様の仕事をすることになります。キリストを見て分かるものが神様から賞を受けるものとなります。永遠な神様の食卓で共に食べるものとなります。どういう事件ですか。今世界の青少年たちが望みを失うほどみんながっかりしているんです。ジョンヨンさんが自殺をしたんですね。うちの教会のジョンヨンさんではなく、歌手、有名な歌手のジョンヨンさんです。彼が何と告白したか分かりますか。私は内側から内面から故障している。ゆっくり私をかじって食っていった憂鬱は私を食うことになった。私の魂をかじって食うそのものを私は勝てなかった。それで私は自分のことを憎んだ。途切れる記憶をつかんで、いくら自分自身にしっかりしなさいと叫んでも仕方なかった。止まる息をちゃんと吸うことができなければ、むしろ止めた方がいい。自分を責任取ってくれる方は誰がいるのか聞いた。聞いたけど、あなただけだと言われた。ですから私はただ一人であった。終わらせるっていう言葉は簡単だ。しかし終わらせることは難しい。사탄의정체를죽으면서유언으로폭로하고죽은거예요。人の中に入っているそのサタンの正体というのを死にながら言い込んで暴露させました。私は逃げたかった。そうだ、私は逃げたかった。自分から、またあなたから。あなたは誰だと聞いた。一体あなたは誰だと聞いた。だったら私だと言った。また私だと言った。そしてまた私だと言った。
どうして記憶を忘れるのかと聞いた。性格のせいだと言われた。結局全部自分のせいだと言った。でだんだん良心が基準になってくるんですね。多くの人々が憂鬱を持ってその魂をかじって食っているんですが、それを早く多くの人々が気づいてほしかった。誰も私のことをしてくれなかった。私に会ったことがないから私がいることがわからないことは当たり前のことだ。私はどうして生きているのか聞いた。ただただみんな暮らしている、生きていると答えた。どうして死んだのか聞かれると、私は疲れたと答える。私は苦しんで悩んだ。うんざりとしていた苦しみを、苦痛を喜びとして変える方法は学んだことがない。苦痛は苦痛だ。そうしないように自分に聞いた。説得した。この遺言状を残して自分の友達に渡したんですね。で、自分が死んだ時にこれを世に知らせてくださいということで渡したそうです。これが仏教の理論です。これがニューエイジの理論です。これがプリメイソンの悪霊に取り憑かれて自殺するようにさせるものです。サタンはこういうふうに文化を掌握して、人々が囚われて自殺をするようにさせるんです。この聖書にはあなたの魂を奪い殺し滅亡させるサタンの権威がいるから、このサタンの権威を縛り上げてつぶやくことができる、つぶや打ち砕くことができる王の王メシアキリストが来られた。このキリストは聖書通りに来られて、聖書通りに死なれて、蘇られて、復活されて、今皆さんと永遠に共におられます。これを皆さんは信じることができなければ、律法によって苦しめられて、良心によって自殺をすることになります。律法によって呪い、災い、暗闇のシステムの中に囚われることになります。生きていけばいくほど、両親が皆さんを刺して刺されて自殺することになります。それで神様は女の子孫となるメシアキリストを送ってくださいました。今日キリスト教は女の子孫というのがどういう言葉なのか、どういうことなのか理解できず、理論の中に、教理の中に閉じ込められています。ですから教会に通ってもこの滅亡のシステムから抜け出ることができません。それで呪いと裁きを受けることになります。
この問題を解決するために神様は女の孫となるメシアキリストをこの世に送ってくださいました。サタンに勝てる権威、女の孫となるメシアキリスト他はいません。罪と死の中で、その原理の中で、しもべ暮らしをするようにさせる暗闇の力を縛り上げるために、神様が女の孫となるメシアキリストを送ってくださいました。キリスト、その皆の中には神様の権の聖霊が水が注がれるように流れるように流れているんです。あなたの体全体を支配している、縛っている暗闇の力をほどけなさい。ヨハネ3章8절에하나님의아들예수그리스도가이땅에오신것은마귀의일을멸하려하심이니라第1ヨハネ3章8節、神の御子イエス・キリストがこの世に来た理由は悪魔の仕業を打ち壊すためであります。여자의배를빌려서드디어성령으로잉태했다라는말을인간의몸으로오셨다는말입니다。その方が女の母体を、女性の母体を借りて聖霊として生まれたっていうことです。アダムの子孫であり、여자의후손、여자의배를빌려서죄가없으신하나님의영그리스도가드디어육신을또이땅에오셨다는것입니다。男の子孫ではなく、女の子孫として来られた、罪のない御霊として来られた神の御子です。罪のない方が死、そして蘇りを通してこそ、この人間に永遠な命を与えることができるんです。그무엇으로도설명할길이없어서하나님이그리스도로이땅에오셔서그리스도가어떻게죽으시고어떻게핍박과고난과혼란을당하시고모든인간의저주를감당하셨는가를지금보여주는게메시아그리스도입니다。神様のその愛を説明することができないということですから、神様がキリストとしてこの世に来られて、キリストがどういうふうに死なれて、どういうふうに苦難を受けたのか、どういうふうにそれを解決したのか見せてくださいました。キリストの主人を알아볼수있도록깨어있으라는겁니다。ですから、しもべたちはそのキリストを見て分かることができるように起きていなさいということです。진정한성지기가왜복이있느냐깨어있어야복이있다이말이야。忠実な資料深い管理人はどうして幸いですか。目を覚ましていてこそ幸いであります。私たちの魂の中に入って決定的な瞬間に騙す暗闇の力を今日イエス・キリストの皆をもって縛り上げるように祝福します。メシア・クリストを내가슴속에생명으로담기를축복합니다。御言葉が肉となられたキリスト、私たちの心の中に命として受け入れるように祝福します。여러분사라가말씀대로하나님의말씀대로자기영혼속에담았더니말씀대로그하나님이사라에게은혜를주시고보호하셨다고성경은기록되어있습니다。このサラは、サラさんは神様の御言葉を魂の中に留めたら、その言葉通りに神様が働かれました。第1話ね、最初8節、
神様の御言葉をあなたの心に留めたら、あなたは私の誠の弟子となる。真理を知り、真理があなた方を自由にします。ヨハネ15章4節、あなた方はキリストから離れては何もできないんです。あなた方はただキリストにしっかりついていなさい。そうすると自然に実を結ぶことになります。創世記3章の呪いの人生を生きないで、創世記3章15節で生きるように祝福します。모세가인생살아가는여정속에80년동안해외된고통속에서좌절속에서낙심속에서분노속에서살았습니다。モーセは80年間人生を生きていきながら、さまよいながら、絶望しながら人生を生きていきました。しかし彼の心の中から、本当に神様が、アブラハムの神様が生きておられるのかを知らなければならない。결단을내리고호렙산을향하여방향을틀은순간その決断をして、ホレブの山へ方向を変えた瞬間、神様の働きが起こりました。神様は24時間いつも永遠に共におられるのに、サタンというものは神様が私たちの中にいらっしゃらないかのように騙すんです。神様が私たちと共におられるのにもかかわらず、モーセは契約の民として生まれたのにもかかわらず、それを忘れて80年間キリストが共におられることを忘れて生きてきました。最初の御言葉は何でしたか？私はあなたと共にいる。그리스도를하나님이여러분에게주신것은영원히항상함께있음이니라。皆さん、キリストを皆さんに与えた理由は、キリストがいつも永遠に共におられるためです。여러분의담고오늘부터그리스도의이름으로뱀의머리를박살내십시오。これを奪われないで止めて、キリストの御名を持って蛇の頭を踏み砕くように祝福します。今日本当にキリストを信じる日となりますように祝福します。芽生えてない枯れた杖一本を持っていました。でそこでモーセが、神様が自分といつも永遠におられるっていうこと、それを悟ってからは、その枯れた杖にも神様の働きが起こりました。皆さんも今日神様の御言葉に従って目を覚ましていなさいということで、目を覚ましていれば忠実な資料深い幸いな管理人となります。で人間は万物の霊長と言われているんですね。御言葉によって生きるものですから、万物の霊長と言います。
너희는 아무것도 염려하지 말라. 빌립비전서 12절 아나다가다와 나니모 고코로니 오모이와즈라나 또 있대이마스. 여러분이 그리스도라는 그 이름을 사용하게 되면 평강의 하나님께서 너의 마음과 생각을 지켜주신다. 그리스도 소노미나를 쓰는데 아레바 그리스도가 아나다가다의 고코로 칸가에요 마모테 くださいます. 육신의 생각만 여러분이 자꾸 사로잡아 그리스도 이름으로 복종시켜라. 그러니까 육의 생각을 시바리하게 그리스도 이름을 모테 복종させなさい. 성경에는 육신의 생각은 사망이요 하나님과 원수라고 되어 있습니다. 성서에는 육의 생각은 시데아리 하나님과 가타키 동신에 사세르 모노데아루 또 書いてあります. 神様と 敵とさせるものは、ことは 肉の考えから出発するということです。 何を食べようか、何を飲もうか、何で住もうか、どこで住もうか、 こういう心配はするなっていうことです。 こういうことらのために、あなたが決定的な瞬間に騙されるっていうことです。 空中に飛んでいるあの鳥を見なさい。 あなたの頭の髪を全部数えられる方が全部しておられる。 野良に咲いている花を見なさい。 その 方が 咲くように 養って くださる。 神様を 感じなさい。 하나님을 느끼지 못하면 결정적인 순간에 사탄 자체가 속이는 자기 때문에 네가 속는다. 神様を 感じなければ 사탄っていうものは 騙すものですから 決定的な瞬間に あなたは 騙されることになります。 気をしっかりしなさい。 これをしなさいということです。 目を覚ましていなさい。 帯を締めて立っていなさい。 今週これだけやってみてください。 全てのことが変わることになって答えがすでに来ていることになります。 こういうふうに祝福があるのにもかかわらず、いつも騙されているんです。 今日この礼拝も肉の考えで出発する人はすでに囚われて騙されています。1時間半は何とか耐えよう。皆さん、礼拝はどうしてありますか？ 決定的な瞬間にサタンに騙されるから御言葉をいただくことです。 その御言葉をいただいた者は神様が保護してくださり保存してくださり導いてくださいます。 육신의 생각으로 오늘 예배가 출발되지 말고 말씀을 담는 시간표가 되기를 축복합니다. 今日肉の考えで出発するものではなく御言葉をいただいた者として出発するように祝福します。 창세기 3장 나로 출발하면 전부 다 육신의 생각으로 출발하는 겁니다. 소세기 3장의 지분대 하지메르도 민나 니크노 칸가요 못대 하지메르코도 니나리마스. 아무 일이 없을 거야. 나니모 오키나인다. 성경은 이렇게 있어요. 세이쇼니와 고 카카레테아리마스. 메오 사마시테이나사이. 또 카이테아리마스. 교노 본분을 미르토. 아무 일이 없을 거야. 나니모 오키나이다로. 私가 기어츠케레바 이자나이. 그래서 인도 넘어서 아주 가까이 멀리 떨어져서 이렇게 붙는데 여러분 버스가 인도를 뛰어 올라가서 내려갔어요. でそれで人道に安全に自分が歩くと思うんですが、バスがそれを越えてぶつかる時ってあるんですね。目を覚ましていなさい。サタンは吠えたける獅子のように食いつくそうと探し回っているんですよ。
牧師からそう言われてももう何も心に留めないんですね。つまらない言葉じゃないか。しかし不安だから、でその歩道があるじゃないですか。それでこう壁の方について偏って歩きました。しかし本当にバスがその人道に乗り越えて走ってきました。それで4ヶ月間横になっていました。その時になって私に告白したのが、牧師先生が前に私におっしゃってくださったことがあるんですが、私が無視しました。自分が気をつければいいことをどうしてああいうふうに言うのかと思ったそうです。皆さん、礼拝がどうしてあるのか分かりますか？サタンは決定的な瞬間に皆さんを騙しますから、目を覚ましていなさいということで御言葉をいただくためです。滅亡の中にいることではなく、神様の子供であるその祝福を受けるように祝福します。隣の方々と挨拶してください。私たちは絶対にできないんです。ですから神様がキリストを送ってくださいました。皆さん、自信を持ってこの言葉が言えないじゃないですか。ですから神様がと言うんですね。皆さん、これは皆さんの今の魂の状態です。まもなく滅びる状態。皆さんはキリスト、その皆を宣布できる権威を神様からいただきました。イエスはキリスト、この権利を神様からいただきました。私が女の子孫となるメシアキリストを送ってサタンの権威を潰打ち破る。人間は現在によって罪の権威によって自分がもがいてもできない存在なんですが、キリストによってこれからはできるようになります。神様がキリストを受けてくださり、私たちはキリストを通して道が開かれたから神様に会えるものとなった。イエスはキリスト、神様に会ったもの。イエスはキリスト、罪呪いの権威がキリストの皆をもって打ち砕かれて終わった。イエスはキリスト、サタンの仕業を打ち破ると私が生かされる。この力です。神様が宣布しなさいということで与えてくださったこの権利を使うように祝福します。ですから神様に出会ったものは目を覚ましているんです。どうしてですか？サタン、このものは決定的な瞬間に私を騙す、私たちを騙そうとするからです。騙されないために起きていることです。目を覚ましていることです。神様に出会った者は蛇の頭を踏み砕きます。神様に出会った者はキリストの皆を告白します。
皆さん、子供が父の名前、母の名前を呼ぶんですか？どう呼ぶんですか？主は生ける神の御子キリストです。自分の父親母親の手をつないで歩くとその権威が来ないんですか？来るんですか？何があっても関係ないんです。いくら敵が相手がいるとしてもパパと呼んで手をつないでいれば自信持って言えるんですね。そのガキ大将っていうのは相手が親の手をつないでくることだけを見て逃げるんです。蛇とサソリを踏み砕く敵の制御をコントロールできる、制御できるクレームのその力を打ち破る権威を与えてくださいました。イエス・キリストの皆をもって今あなたの中に入ってあなたを騙そうとするクレームの力を縛り上げて追い出しなさい。そうだ、私はもう最初から現在によって故障された壊れたものだけど、神様がこの問題を解決してくださるために神の御子イエス・キリストを受けてくださり、十字架上で全てを終わらせてくださった。私の魂を縛って私の悪化で憂鬱を持って私をかじくおうとするクレームの力をイエス・キリストによって縛られて離れていけ。私の魂を縛って私に苦痛を与えるクレームの力はイエス・キリストによって縛られて離れていけ。私は女の尊となるメシア・キリストが十字架につけられて叩かれる時に、私はその歴史を見てそのことを感じている。イエス様の御声が私には聞こえる。私が打たれることによって、その方が打たれることによって私の苦しみは終わった。そのキリストが打たれたことによって私は治された。死よ、病よ、無能よ、パニック障害はイエス・キリストの皆をもって離れていけ。基督教が여자의후손이라는이단어를모르면윤리와종교와양심이기준이되어다자살하게만들게돼있어요。キリスト教が女の子孫っていう言葉が理解できなければ、みんなキリスト教は倫理道徳宗教の中で囚われることになります。良心の中に女の子孫っていう言葉がわからない、理解できない牧師の先生の下にいないで、そこから早く抜け出るように祝福します。このイエス様教会ではいくら女の尊端なるメシアキリストを強調しても、打とうとしている声を頭を下げている方が多いんです。礼拝の時には頭を上げてください。世の中でどんなことがあっても、良心の原理が私を指しているとしても頭を上げてください。
문제가 왔다 할지라도 그리스도 앞에 일어나 걸으세요. どんな道徳的な倫理的な問題が来たとしてもキリストの名を持って立ち上がって堂々と歩いてください。 その 中には 全て 神様の 計画が あります。 여자의 후손이 무슨 말인지를 알게 되면 그 사람은 새롭게 새로운 시작을 할 수 있습니다. 女の 子孫 このことが どういうことなのか 分かる 人は 新しく 始める ことができます。 오늘 내 속에 옛뱀이라고도 하고 악이라고도 하고 온 천하를 깨는 자 사탄의 머리가 오늘 박살 나는 날이 되기를 축복합니다. 今日私たちの中に悪魔ともいい暗闇の力、全世界を惑わす暗闇の力が打ち砕かれるように祝福します。 그리스도 그 이름을 힘입어 내 속에 또아리를 들고 자리 잡아 나를 비참하게 만드는 사탄의 강한 자가 오늘 그리스도 이름으로 결박되어지고 내 몸에서 나아가기를 축복합니다.今日イエスキリストその皆をその皆によって私の中にトグロを巻いている暗闇の力が追い出されるように祝福します。 강한 나를 그리스도 이름으로 네가 결박하지 아니하면 결국은 네 속에 있는 강한 자가 너를 완전 지배하여 이 세상에서 비참하게 만든다고 성경은 기록돼. 아나타の中の強いものをあなたが縛り上げて追い出さなければ、その強いものがあなたを支配して、この世の中で惨めな人生を生きるようにさせるんです。 여자 요소 대신 메시아 그리스도를 모르면 시간이 가면 갈수록 점점점 네 인생은 쪼그라들고 비참해집니다. 女の孫となるメシア、キリストを知ることができなければ、あなたの人生はだんだん縮まっていって、惨めな人生になるしかないんです。 사탄이 어떤 짓을 하는 짓을 하는가를 폭로해 놨다. この聖書はサタンがどういうことをするのかを暴露しています。 그래서 강한 자를 결박할 수 있는 만왕의 왕 그리스도로만 그 강한 자는 결박된다. ですからこの強いものは縛り上げることができる王の王キリスト皆だけで縛り上げることができるんです。 승천하신 이후 재림하시기까지는 재림하시기 전까지는 바로 この終わりの日に再臨されるその日までは目を覚ましていなければなりません。 어떻게 신앙생활을 제대로 할 것이냐? どういうふうにして信仰生活を正しくするのか? 일어날 일을 알고 있어야 된다는 것. 間もなく起こるべきことを知っておかなければなりません。 사탄 자체가 속이는 자기 때문에 결정적인 순간에 속지 말고 감는 자가 될 것이냐 속는 자가 될 것이냐 이것만 알면 되는 거예요. このサタンは騙すものですから、決定的な瞬間に騙されるのか、そのサタンを踏み砕くものになるのか、どっちかです。 어떤 걸로 일어나느냐, 혈기로 일어나느냐, 양심으로 일어나느냐. 決定的な瞬間にどういうふうにするのが踏み砕くのか、決起を持っているのか、良心を持っているのか。 여자의 후손 대신 메시아 그리스도가 기준이 되기를 축복합니다. 그는 소세기 3장 15절, 女の 손となる 메시아 그리스도가 여러분의 기준, 중심이なるように 축복합니다. 그는人を指して 忠実な資料深い 管理人と言います。 こういう人が幸いであって、何かをうまくやった人を幸いだと言わないんです。 마태복음 24장에서부터 25장까지 말세지말에 일어나는 일들에 대해서 우리 예수님이 말씀하셨습니다. 마태による福音書 25章では 終わりの日に 起こることを説明しています。 성전은 반드시 돌아가 남지 않고 무너질 것이다. あのエルサレム聖殿は石の上に石が一つも残 残らないという話をしました。 예수가 십자가에서 피 흘려 주심으로 모든 문제가 끝났다. 예수様が 十字架に 찍られて 血を 流されたことで 全ての 문제를 終わらせました。 성전에서는 이제는 피뿌린 피대사 죄를 피우는 것. 예루살렘 성전에는 뭐 血を 流す 이케니오 사사게를 필요가 なくなる. 여자의 후손 메시아 그리스도가 그 이름만 선포되어지면
女村となるメシア、キリストの皆が宣布されるところが礼拝の中の礼拝です。何か派手な何か金とか宝物をつける聖殿はいらない。二人三人がキリストの皆を持って集まっていると、キリストの皆を持って働きが起こる。皆さんが起こるべきことを知っていてこそ勝利できます。もしキリストを皆さんが知らない教会へ行っていれば、何か変な言葉を喋ることを聞いていなければなりません。もしくは歌手さんよりもっと歌がうまい牧師先生に会わなければならない。光のような天使のように自分を装っている、そういう人がいるんです。皆さん、私はもっと若かった頃に本当にいろんな祈祷園に行ってとても苦労しました。私は教会に通って何も残らなかったんです。むしろ自殺の霊が私についてきていました。私の体の中に良心の原理で法律で関わっていました。何か恥ずかしさ、羞恥心しかなかったんです。自分にはそうするとどうなるんですか。静かに一人で首をつって自殺をするんですね。牧師先生、ある方からご聞かれたんですね。牧師先生、どうやって自分から首をかけて死ぬことができるんですか。どうやってこのタイで首を絞めて死ぬことができるんですかと聞く方がいるんです。で、この体をこう丸くして首にかけて、門のその掴むところにかけると、瞬間的なその力で悪霊の力によってそれが本当にできるんですね。その引っかかる瞬間、囚われるとその手足が動けなくなるんです。で、その時にはもう自分が後悔しても遅いんです。そしてそいつが離れていくと、この体がとてもこう重くなるんです。今までそいつの力によって皆さんが生きてきたからです。頼って、で、まあ、こういうふうに表現していいかどうか分かりませんが、昔はこの犬を取って殺したじゃないですか。殺して食べたんですね。で、犬は首をこう締めてかけたら動くんです。生きようと頑張るんですね。悪霊に取り憑かれていることじゃないから。で、鞭を持って叩くんです。で、なかなか死なないんですね、この犬は。しかし人間は悪霊によって取り憑かれている人が首を絞めてかけていると力がなくなるんです。なんかこう力がなくなってこう垂れるんですね。そいつが離れた瞬間、手足は動けなくなって力が全部抜かれて垂れるんです。
육신의 생각으로 인생을 출발하지 말고 내 내면 속에 꼬아리를 들고 있는 그놈을 뽑아내고 今日からは肉の考えはしないで自分の中の内面からの暗闇の力を追い出して聖霊の力を持って生きるように祝福します。皆さんが創世記3章15節に従順する心を持って実践すると信仰が生まれるんです。創世記3章の実験が起こってすぐ神様は創世記3章15節を与えてくださいました。初キリスト들이말세지말에사람을미혹하여여자의후손메시아그리스도만빼버린다라는거예요。終わりの日には敵キリストが女の尊となるイエスキリストだけを聞くことができないように抜くんです。キリストを各개인에게적용시키지아니하고그들이오히려사용만할뿐이지아무런힘이없게만들었다라는거예요。キリスト皆を自分だけが使うだけでみんな使うことができないように力がないまま生きるようにさせるんです。それで全ての人々はキリストが抜かれた状態で地震、飢饉、戦争というのが起こることになるんです。そして教会の中には愚かな女性ばっかり残っているということです。キリストのない愚かな処女、キリストのない愚かな処女は死ぬ時まで傷を持って生きることになるんです。キリストを知らない人があんまりにも多くて、キリストを直ちに埋めたんです。で、人々は自分がヤギなのに自分が羊だと錯覚して生きるんです。で、今日なんかヤギのように頭をこう上げて人を打とうとすることは全部ヤギの体質です。今日ヤギの体質が全部離れて抜かれていくように、そして羊の体質となりますように祝福します。皆さんの魂の中に苦痛が入っているなら騙されないで戦うように祝福します。今は暗闇の力が力を振る舞うほど霊的な混乱の時代が来ています。연구해보고찾아가보는데정말사람들이저런쓰레기같은사람들에게도장악되는구나。で、私が最近 S 宗教のところをちょっと見て観察しているんですね。で、本当に人間クズのような人々を人々がついていくんだっていうことを見ました。それ信仰生活可能か。でも、나도옛날을생각해보니까그리스도없을때는나도당연히똑같아요。で、正常的な人がああいうところに行って信仰生活が可能なのかと思うんですが、実際に私も昔はそういうところに行って信仰生活をしたんですね。自分の体の中の苦痛の問題を解決しようとしても解決ができないから、そういうところに探していたんです。で、私が一時期ある牧師先生についていた理由はこれ一つしかないんです。ですね。で、何かこう賛美をしながら何か力をくれそうな振る舞いをしました。で、これをする瞬間、私の魂をこうかじっていった憂鬱がその瞬間なくなるんです。それと、うん、俺はね、
また今晩神様がこういう変な言葉をしゃべるんですね。それでそれでそれで神様が生きておられて、でそれでそれでででっていうことで、その時に私に憂鬱がなくなりました。で毎週金曜日に行って、それでそれでそれでででそれで全てのことがうまくいってっていう、その御言葉を聞くために行きました。で徹夜、金曜日に行ってそのメッセージを聞いて徹夜をして、土曜日の朝にそこから教会から出るととても虚しかったんです。女の子孫となるメシアキリスト、この一つを知らなければ、これほどバカなようなところに行って全てを失われていくしかないんです。神様が私たちにこの世に勝てるキリストの権威、能力を与えてくださいました。キリストを所有した私たちは王のような祭司となりました。死と呪いの権威を持って死ぬ時までしもべ暮らしをさせる暗闇の力をイエス・キリストの皆をもって追い出すことができるようになりました。皆さんの家に帰るといつも孤独を感じさせる暗闇の力をイエス・キリストの皆をもって変えることができるんです。혼자만있으면갑자기집착의영이찾아들어와서견딜수없는분노와상처와혈기가왕성할때이걸가지고창문열어놓고갈까말까하지말고いつも一人に行ったら何か執着の霊が来て、怒りを持ってイライラとさせる暗闇の力が来た時に、何か窓を開けて行こうかどうか悩むことではなく、キリストの皆をもって縛り上げるように祝福します。キリストの皆をもって救われた者は、キリストの皆をもって完全な祝福を味わわなければなりません。どういうふうにして味わうんですか。皆さん、悪魔の仕業を打ち壊してください。決定的な瞬間に私を騙すじゃないですか。憂鬱で、興奮で、さまよいで、思い煩いで、何か泣く声をするようにさせるじゃないですか。ねえ、私も大変だよ。こういうふうになんか泣くような声を出すじゃないですか。決定的な瞬間に何か泣くような声を出す女性がいらっしゃれば手を挙げてみてください。決定的な瞬間につぶやく女性、決定的な瞬間にケチケチとなる男性、手を挙げてみてください。今日キリストの皆をもって完全に祝福を受ける日となりますように、祝福します。ケチケチとする暗闇の力が入ってくるなら、悪魔の仕業をキリストの皆をもって縛り上げてください。世界福音化までするべきその人生の旅程が置かれてあるのに、私の後ろに私をサポートしてくれる神様のその栄光があるのに、
自分の妻が何か毛皮のコートを買ってくれというのに、それを買うことができないようにさせる。クレーム力はイエス・キリストによって離れていけ。皆さん、そういうことが、未信者が来ている方がいいですか、神様の子供が来ていった方がいいですか。で、まあ、言葉ではそう言うんですが、実際にはできないじゃないですか。どうせこの世の中は創世記三章で滅亡されるこの世のですから、誰か良いものを作ったなら先に私たちが切るようにしましょう。どうして獣を殺して、動物を殺してああいうものを作ったじゃないかっていうんじゃなくて、もう作られてあるからもう切ってもいいです。何か他人の目を気にしながら生きることではなく、神様が私と共におられることを覚えながら生きてください。ですから毎日その油を、灯火が消えることがないように油を用意することです。ただ聖霊充満を受けると祈りに全身になることになります。それで皆さんに与えられたタラントを福音のために使うことになります。この聖書が記録された目的は何ですか。神の御子イエス・キリストの御名を信じることによってあなたが生かされることになりました。どうしてそのイスラエルの人々は律法を学んでイエス・キリストを信じることができなくなったんですね。偶像崇拝した人々は何を学ぶんですか。良心を学ぶんです。これが今日の基準になってはいけません。これをもっては決定的な瞬間に悪魔に勝つことができないんです。騙す者、破壊者、あなたを殺して滅亡させるやつから勝つことができないんです。メシア・クリストが이땅에오셔서인간의모든문제를해결해놓으셨습니다。女性の舞台を借りて、この世に来られたイエス・キリストが人間の全ての問題を解決してくださいました。ですから今日目を覚ましている私たちとなりますように祝福します。24時間祝福하시기때문에今日神様は24時間私たちと共におられますから、考えを変えてください。で、神様が24時間私たちと共におられ答えられるので、決定的な瞬間に神様の子供に戻らなければなりません。で、キチキチとなろうとする瞬間にそうならない方向へ瞬間変えてください。つぶやく、その声が出る瞬間に自分の唇を叩きながら、権威のあるイエス・キリストの御名を持って神様の御名を褒めたたえましょう。どうして歌わないんですか。イエス・キリスト、罪を許された、イエスはキリスト、キリスト、闇は砕かれた、砕かれた、イエスはキリスト、キリスト、王の王となる主、となる
する主。泣く声をすることではなく。一度死ぬことは決められたことであり、その後は裁きがあります。私たちは個人の終末に迎えた人であります。神の御国へ行って、その食卓に座って共に食べて飲みたいんであれば、目を覚ましているように祝福します。決定的な瞬間に死を受け入れる神様の子供になるように祝福します。決定的な瞬間に門を開いて囚人を受け入れるように祝福します。しかし目を覚ましていないで霊的な戦いができなければ、決定的な瞬間に主人に門を開けることができずに、酒に酔って怠けにいることになるんです。いつも主日には教会に行くことができないように、その前の日には必ず何かをする、その霊が必ず人間の中にはあるんです。また主日に教会に来ていつもうとうとする人がいるんです。それが決定的な瞬間ということです。礼拝は決定的な瞬間に女の孫となるメシアキリストで変えなければなりません。今日目を覚ましている人が幸いであるとおっしゃいました。これは他のことではなく、鎧を切って光を持って放てなさい。散らされていることではなく、いつも目を覚めて蛇の頭を踏み砕く者にいることです。神様は何を願っているのかを知っているのにもかかわらず、自分の子生意気で自分勝手に生きる者はものすごく鞭打たれることになるんです。教会の中でひどく鞭打たれる人、うまくいかない人はどういう人ですか？これは女の子孫っていう言葉がどういう意味なのか早く悟りなさいということです。私が今これほど打たれている理由は目を覚ましていないからだ。それでこの打たれていることはもうやめて、決定的な瞬間に目を覚めているように祝福します。皆さんはこの世の中で神様からものすごい祝福をもらった人であります。神様から皆さんは賜物をもらったものですから、その宣布できる権威を持っているのに宣布をしなければ殴られることになるんです。あなたが王のような祭司になったのに、あなたが自分を生かすことができなければ殴られることになるんです。
皆さんが王のような祭司であるその身分を回復して成長にトップに立つことができるように祝福します。それが世界福音家です。殴られ、いつも殴られるものが世界福音家を叫ぶということは嫌になることなんですね。ですからお願いですから、鞭打たれないように、お目を覚ましているように祝福します。創造の前からの問題は混沌、暗闇、空虚です。古い蛇、すなわち悪魔、全世界を追い抜くす者は天から追い出されました。それで人間は人生生きていく間、現在を持ってネフィリムを持ってバベルの塔を建てて生きるんです。それで皆さんも知らないうちに戦術、占いをする、その中に陥ることになるんです。それで決定的な瞬間に、あなた方はあなた方の父、悪魔、偽り者に騙されて世の中の風習に行くようになるんです。この空中権威を持っている、この暗闇の力を縛り上げて踏み砕く者が今日目を覚ます者になります。ですから今日目を覚まして起きていって、未来を見る人となりますように祝福します。目を覚ましている人が未来を見る人になるんです。目を覚ましていなければ未来を見れる方法自体がないんです。未来を見る目がないから、占い師のところに行ってお祓いをするしかないんです。どうして人間に行って皆さんが相談をするんですか？人に行って相談する必要がないんです。人に行って相談したって、何か泣き声しかないんです。こいつよ、どうして今になってきたのか、泣いてくれるんです。早く来ればよかったのに、どうして今になってきたのか。こういう占い師はもう町ごとに多いんです。ある男性が、私が見たら、お兄さん私のこと好きなの？と言われました。悪霊に取り憑かれているなら完璧に取り憑かれるべきであって、適当に取り憑かれてるから私にお兄さんって言うのか。私は牧師だって言ったらすごい驚いたんですね。牧師を初めて見たのか。本当に変な人多いんです。キリストの皆を呼びなさい。え、怖いよお兄さん。どうやって言うの。これが最近その戦闘へ行った時に起こった話です。起きた話です。男は男なのに女性で、女性は女性なのに男っていうのが多いんです。またある時は、あれほどこの地球上美しい女性がいるのかと思って言った時があります。そしたら、ねえ、私男だよと言われました。女性は綺麗であれば間違いなく男性です。ですから気をつけなければなりません。私たちに未来を見る目がないからです。정말여러분그리스도하나로여러분자신에게하
皆さん、キリスト一つを持って自分自身に答えをあげる命となりますように祝福します。誰かを見て誰かに行って相談したりする必要がないんです。神様は私に与えてくださったキリストは私の力であり大盾であり私の城であります。でダビデはキリストをどういうふうに表現しましたか。私の力となる主よ、私は主を愛します。今日これ一つで全ての問題を終わらせるように祝福します。で礼拝は祝福の時間であり神様の歴史が起こるその時間なので、今日詩人を迎えるという姿勢を持って門を開く、広く開いて受け入れるように祝福します。それで風のような火のような聖霊充満が皆さんに満たされるように祝福します。それで皆さんの人生に新たな出会いの門が開かれるように祝福します。キリストを通して神様の御言葉がそのまま成就されるように祝福します。それで皆さん自分自身を愛することではなく私たちの中のキリストを愛しましょう。皆さんのために全てをあがなってくださったキリストのその愛を皆さんの中から感じてください。それで皆さんの心の中からその御声が聞こえるたびにそのイエスキリストを受け入れてください。それでキリストの中には誰も私を裁くことができない罪と死のその権利からキリストによって全て移された命へということを宣布してください。今日私を暗闇の世の中、暗闇の世界から命の世界移されたことを宣布してください。神様の命キリスト神様が私に与えてくださったから、今まで私の体を掌握していた強いもの暗闇の力を縛り上げる祈りを霊的な戦いを行ってください。世の中を支配している空中権威を持って怒りの子として生きるようにさせるその良心の立法のそのことにとらわれて生きるようにさせる暗闇の力を縛り上げてください。キリストが万王の王으로철장권세심판을주러오시는그날까지불알집사イエスキリストが王の王として全ての権威を持って再臨されるその日まで目を覚まして光を放てましょう。언제나여러분안에계시는그리스도의뜻을알지고있어야보적인지주인인지를いつも皆さんの中からその光灯火を持ってこそ広く明るくしてこそ来るものが泥棒なのか主人なのか見て分かるようになります。皆さんの中にいらっしゃるキリストはその泥棒を明確に知っておられます。しかし肉の考えで始めればキリストは分からずに泥棒の話を聞くことになるんです。それで決定的な瞬間にその泥棒を受け入れることになるんです。
それでそいつの話を聞いて肉の考えで出発をするからできないわけです。皆さんの中にいらっしゃるキリストは礼拝の時に御言葉の流れに乗ることに乗るようにしてくださいます。イエスの教会の皆さんがキリストを持って起きているように祝福します。霊的な戦いをする忠実な資料深い管理人となって24時間答えを受けるように祝福します。生きておられる神様感謝します。사탄자체가속이는자이기때문에결정적인순간에우리를속인다는것을알고다시한번깨어있으라고말씀해주시니너무나감사합니다この사탄は決定的な瞬間に私たちを騙すということをこの礼拝を通して悟らせてくださり、そして打ち砕くことができるようにしてくださり感謝します。目を覚まして起きていって未来を見ることができるように目を開かせてください。礼拝を通して御言葉の流れに乗って御言葉通りに成し遂げられるその祝福を享受することができるようにしてください。絶えず肉の考えで出発させる創世記3章の私がキリストの源を打ち破られるようにしてくださり、하나님의자녀되는축복을받아들이는자로서神様の子供であることを受け入れて神様の御言葉に従っていくことができるようにしてください。キリストが私の人生のすべての問題を解決してくださったことを確信し、24時間神様が私たちと共におられることを信じる者にならせてください。イエス・キリストの名をもってお祈りいたします。アーメン。